皆さんこんにちは。11月8日水曜日午前と午後の合間に届きサッカーキングハーフタイムです。本日の進行を務めます伊藤でございます。よろしくお願いします。そして皆様から見て右端になりますね、水曜レギュラーしょのさんです。はい、しょのです。よろしくお願いします。岸田しょのさんです。すみませんでした。今日はゲストをお招きしております。海外クラブヨーロッパリーグアジアチャンピオンズリーグにも出場した経験をお持ちである、フットボーラー現在はクリアソンに所属する芝村直哉選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうね今原稿台本読んでたんですけどもまだ芝村直哉選手ですよね。まだ現役を続けらっしゃるということで、35歳になられたんですね。はい、9月ですかね。そうですね、なられて僕もなんていうんですかね昔からお名前とか、を知ってたので正直まだ35歳なのかっていうような印象を受けるぐらいなんですけどもはい、ということで、芝村選手が今クリアソンっていう東京都な一部リーグでプレーしてるんですけども、はい、そちらのお話とかこれまでのキャリアとかいろいろ掘り下げていこうじゃないかなっていう気がしております。ということで芝村さん今日のラインナップをお願いいたします。はい、本日は最新のニュースと EL も ACL も経験したさすらいフットボーラー、うん、柴村直哉選手の秘話をお伝えしたいと思います。はい、まあね、さすらいなんてねよく言うあの他のゲストの方の時も使うんですけども別にさすらってたわけじゃないというかね、まあ、選択肢もいろいろあったと思うんですけどもまあいろんなねクラブを渡り歩いておりますので、まあ、そちらの経験を聞くっていうのはなかなかね経験したことがある人じゃないとね分からないことやね知らないことがたくさんあると思いますんで視聴者の方からねたくさんいろいろ質問いただいて番組を進められればなというふうに思っております。この番組はですねニコニコ生放送 YouTube ライブペリスコープツイッターのペリスコープで配信しておりますので、私の方手元の方でね、全員のコメント見てますのでぜひですねいろんなコメントをいただいて番組を盛り上げていただければなというふうに思っております。ということで、一旦、提供でございます。本日の放送は毎月24日発売の J リーグサッカーキングの提供でお送りします。はい、まずは、サッカーのニュースから振り返っていきたいと思います。島村さんにもつけていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、欧州遠征の10番は乾、日本代表新ユニフォーム姿で背番号発表。日本代表は7日、10日のブラジル戦と14日のベルギー戦で着用する背番号を発表しました。4番は車屋慎太郎、9番は杉本健雄、10番は乾隆に決定。なお初招集の長澤和樹は25、代表復帰の森岡亮太は14、興梠慎三は13をつけます。はい、ありがとうございます。いよいよ今週末10日にブラジル戦、そして翌週にはベルギー戦ということで、なんて言っていいかわからないですけども、ハリルさんが就任してからは初のまあ、ビッグゲームかなと強豪の間かなって気がしますけども日本代表の試合とかってご覧になられてしてますか？基本的には全部見てますね。はい、もうその選手として、ハリルさんのサッカーであるとかハリルジャパンとか来年のワールドカップに向けてどんな印象とかお持ちですか？そうですね、まあ、来年はロシアワールドカップっていうところで、はい、まあ、僕もウズベキスタンでプレーしたりとか、うん、その選手がロシアでリーグに行ったりですとか、そういう比較的関わりがあるところなので、うん、まあ、寒さだったりとか、まあ、夏なので逆に涼しかったりとかあると思うんですけど、はい、まあ、ロシアならではの難しさとかもあると思うんで、うん、そういった中でこうどのようなサッカーを展開してこう、うん、勝ち進んでいくかみたいなところは、まあ、とてもあの難しくもあると思うんですけど、あのチャレンジしてもらいたいなっていうふうに思ってますね。そうですよね、まあ、まあ、1試合残してありましたけども、まあ、苦しんで突破したアジア予選でここからはやっぱりロシアでどんな結果を残せるか、うん、まあ、ベスト16やっぱ我々日本代表とか日本人としては到達したくないベスト8に行けるためにどんな戦い方してくれるのかなっていうのは注目でありますよね。まあ、そんな中で一個試金石になるブラジルとベルギーっていうのはちょっとどんなね、はい、今のね、どれぐらい日本がどれぐらいの位置にいるのかっていうのがね、はい、測れる試合なんで楽しみですよね。今映像の方ではリールでキャンプを行っております日本代表の、ランニング風景ですね、まあ、やっぱり合流したばっかなんで、これ一昨日の映像かな確かね、ランニングで、まあ、合流したばっかなんで時差に対応しない選手もいれば、合流したばっかの選手もいるので、調整とか体調見てるのかなって印象ですね。まあ、川島選手なんかにも映ってますけどもリールなんでね、比較的一番近い選手ですよね。おそらく電車とか車で来れる距離ですね、リールなんでね。島村選手もヨーロッパでいろいろ
プレーしてましたけども、どうですか、車移動とか多かったですか、電車移動とか多いんですか。バスが多かったですかね。例えばポーランドの時なんかは、はい、あの北の方のクラブだったんですけど、はいはいはい、南の方のチームと試合する時は、うん、こう近くに空港もあんまりなかったりもしたので、うん、バスで10時間ぐらいかけて南の町まで行って、でその時も途中でバスが故障してありますよね、結構あります。1時間立ち往生して、うん、また次走ったら故障して2時間立ち往生して朝8時に出て、まあ、夕方着いてトレーニングして、現地でトレーニングしてっていうような予定だったんですけど、もう着いたのがあの10時半とかぐらいになって、うん、でそんな時に限って次の日の試合が昼12時キックオフだったりして、でこれどうする、練習とその休養と食事とどうするっていうところで、もうとにかくすぐ休めっていう方を監督が取って、まあ、トレーニングできなくてすぐ休んで次の日朝起きて、まあ、食事取るも4時間、例えば8時ぐらいには食べ終わってるのを考えると、ね、っていうの食べ終わって12時試合してってなると、うん、みんな当然体も重くて、うん、確かに、でなんとか引き分けだったんですけど、でその後にまた10時間かけて帰るじゃないですか。でそしたら次の週の試合がまた南の方のチームでまた10時間かけていくっていう、そういうのとかありましたね。ただ比較的バスの中も快適だったの、 Wi-Fi が飛んでてインターネットができたりですとか、うん、こうチームのバスがこう良かったっていうのはありますけどね。まあね、クッションとかのなんですか、バネが硬かったりするのも結構大変だったりしますからね、うん、まあ、その中でまあ10時間のバス移動もまあ大変ではありますけども、うん、まあ、そこまでっていうところですかね、うん、まあ、海外のバス結構故障するんですよ。故障って故障、いやいや、いかにね、いかに日本のね環境がいいかとかね、日本のバスとか日本車が素晴らしいかって話もありますよ。かわいいよ、ね、まあ昨日は新ユニフォームを着て撮影も行われたりとか、新背番号が、まあ、ブラジルベルギー戦の戦う背番号発表されたことなんですけども、まあ、注目された背番号10は乾選手が背負ったということで、芝村選手は背番号にこだわりとかってあったりするタイプですか？特にないですね、うん、比較的つけることが多かった番号っていうのが、はい、まあ、4番だったりとか、まあ、まあ5番6番みたいな、うん、まあ、後ろ目の選手なので、はい、大体そのような番号が多い、ね、まあ、若い番号が多かったかなって感じですかね、はい、まあ、じゃあ特にクラブでいろんな番号を背負ってきたとか空いてる番号を選んできたって感じですかね。そうですね、空いてる中からどれか選んでみたいなような感じですかね。翔野さんは好きな背番号とかありますか？14番。なん思い出あったんでしたっけ？そうですね、なんかグティとの思い出ですね。グティとの思い出一方的な思い出ですよね非常に分かりやすい一方的な思い出がありますね。グティとの思い出が妄想って言いますよね、はい、続いてのコースいきましょう。はい、骨折の柴崎岳11月中にも復帰へ、うん、スペイン史素晴らしいニュース。左足中足骨の亀裂骨折で手術を受けたフェタフェの柴崎が早ければ11月中にも実戦復帰する可能性が浮上しました、うん、一時帰国をしてトレーニングに励んでいた柴崎はすでにマドリードに戻りリハビリの最終段階にあると報じられました。現地メディアもフェタフェのファンにとって最高のニュース、彼の復帰は素晴らしいと伝えています。はい、ありがとうございます。柴崎選手ね、リーが一部デビューをしてゴールを決めた直後に骨折というニュースがあって、全治2ヶ月から3ヶ月と言われている中で、11月中、まあ、今月ですねにも復帰ということで、これはね本当に嬉しいニュースですよね。まあ、このそのリーがでプレーした時ゴール決めた時にはこの欧州遠征に柴崎はきっと選ばれるだろうなんて言われて勝たされた中での骨折というニュースだったんで非常に残念だったんですけども、やはり柴崎選手もね当然日本代表に組み込ん、まあ、入り込んで、ポジション争いをね活性化させる選手の一人だと思うので、まあ、非常に復帰は本当に楽しみですし、復帰した後のリーガでの活躍っていうのを期待したいですね。島本選手はこれまでのキャリアで、まあ、大きな怪我とかってされた経験ってございますか？一番大きな怪我、はい、でまあ、いくつか、まあ、例えば顔面骨折して、うん、ここ顔面骨折ボルトが入ったりとか、はい、ボルト、はい、その時だけですか？今も入ってます。今も入ってます。顔面4箇所画面4箇所ですか？もうほぼボルトじゃん、はい、ヘディングの競り合いでなっちゃったんですけど、まあ、ありますよね、後ろの目の選手だから余計そうですよね、はい、でここってあまり強くないじゃないですか、はい、相手の後頭部とこうぶつかっちゃって眼底骨折がありますよね、はい、でその時はもうその日のうちも手術して、
でもう傷跡が残ってないのはありがたかったなと。いやそうですよね、はい、僕も驚くくらい全然傷跡がないなって、はい、当時シンガポールだったんですけど、はい、当時のドクターの人はドクターハリー・フォックっていう人がなんかすごそうですねシンガポール一の美容整形の先生みたいな感じの方で、はい、でその人がすぐ知ってほしくれて、はい、名医ですね。ここ切ると跡残っちゃうね、この目の横を少し切ってここからワイヤーを入れて、でこう吊り上げて、でボルトをこっち側切ってボルトを入れてみたいな、こうそういう技を駆使してくれてへえ、いや本当に皆さんもね、あれだ画面通してだと分かんないかもしれないですけど、近くで見るともう全然そんな本当にここ、はい、ボルト4本入れたんですかって手術をした方には見えないですよね。こう触るとちょっとこのビスの感じが少しボコボコしてるというぐらいの感じですあ、まあ、それがキャリアの中では一番の怪我です。そうですね、そこと、まあ、長く離脱したってところでいくと股関節を痛めて、でそれ半年ぐらいかかったっていうのもありましたね、うん、股関節、まあ、治りにくいとか、はい、なんかすごく痛いわけじゃないんだけど、なんか痛みがずっと続くとかって聞きますよね。顔面骨の場合、まあ、言っても骨折なんで、あと3ヶ月と2ヶ月3ヶ月ぐらいで。フェイスマスクとか つけてすぐ復帰みたいな感じされたんですか。当時はフェイスマスクもあんまり、うん、あの主流じゃなかったので、はい、だから対人プレーはなんかできなかったんです。ただ走ることはできたんで、もうすぐその体を動かすトレーニングはすぐ始めました、ね、でも振動で痛いとかなかったですか。あでも違和感はありましたけど、うん、まあでも大丈夫っていう話だったんで大丈夫だドクターがいたら大丈夫だろうと思って、いやいやそのやってましたね。お話伺ったのがアルビレックス、まあ、シンガポール時代ってことなんで、アルビレックス新潟シンガポールの時ですよね、はい、そうですね。それプロキャリア 1,2 年目ってことですよね、はい、それでいきなり大怪我って結構へこむというかあれですよね、プロの洗礼ですよね早くもそうですね、まあ、ここでどうやって怪我してる間にレベルアップして戻ってこれるかみたいなのは自分なりに考えてトレーニングしてたようなあり、当然やはり番組出ていただいた方たちもその怪我の話とか伺いますから、ね、やっぱりその怪我をしている間にどう過ごすか、次への、まあ、復帰した時のイメージであるとか、ちゃんとプレーできるのかっていうようなね、いうようなところでも準備されたところですね、まあ、怪我の情報でいきますと、斉藤学選手も昨日からようやくバイクの練習を始めたってことで、バイクの練習、エアロバイクですね、うん、っていうのを SNS に上げてましたね。その膝をやってしまったので本当にスローモーションかっていうぐらいゆっくりやられていて、やっぱ膝とかっていうのもまあ本当に重症ではありますからね。そうですね、ということで本当に怪我、まあ、どうしてもねスポーツ選手っていうのは怪我との戦いではあると思うんですけども、復帰した時にどんなプレーできるのかっていうのもやっぱ楽しいですよね。はい、続いてはピルロのニュースですね、はいはい、ピルロもついに引退。ドイツワールドカップ優勝メンバーで現役の選手は元イタリア代表ミッドフィルダーアンドレア・ピルロが引退を発表しました。イタリア代表は 2006FIFA ワールドカップドイツ大会で優勝、ピルロもその一員でしたが、今回の引退で現役選手はブッフォン、ザッカルド、バルザーリ、デロッシ、ジラルディーノの5人のみとなりました。ありがとうございます。一つの時代が終わったなんてコメントを来てますけども、アンドレア・ピルロ選手が38歳、最後はメジャーリーグで、スパイクを脱いだというようなことでした。38なんです、38です。あれはあのフィオレンチーノあのなんだっけ、トーニってやめた、やめてます。もうなんで2006年の優勝メンバーがブッフォン39歳、ザッカルド、バルザーリ、デロッシ、ジラルディーノの5人になったということですね、ピルロとかって、プレーとかって見られたことってありますか。はい、もちろん。どうですかピルロ。いや、なんかこう感慨深いものがありますよね。僕なんかはやっぱりピルロとかがデビューしてた頃 U21 イタリア代表とかの試合も全部見てましたし、やっぱブレーシア時代とかから見てて、当時はトップ下とかでやってたんですけども、ポジションを下げてってボランチって言っていいか、まあ、ピボーテみたいな、アンカーのポジションやったりとかしてポジションを変えながらやってた選手で、本当に線が細くて、ブレーシア時代インテル時代含めると怪我が非常に多い選手で、うん、38歳まで到底できる選手じゃないなって印象だったんですよね当時は。なんですけども、まあ、ミランで10年間やって、その後ね契約満了で、フリーエージェントでユベントスに行って、なんか終わった選手なのかなと思ったらユベントスでもバリバリ輝いて、さらに最後またメジャーリーグで、結果を残してって、本当に、うん、息の長い選手になったなって印象でしたね。やっぱり引退発表した後に、やっぱりこのメンバーとかもそうですけども、ガッドゥーゾとかマテラッツィとかも含めて同僚たちが
お疲れ様であったとか懐かしい写真投稿している姿を見て本当に選手からも愛された選手だったのかなって思いますよね。ドイツの決勝のメンバー、決勝の先発メンバーね、この優勝した後にね、カモナネージの断髪式があったりとか2006年あの非常に僕も印象深いんですけど、もう11年前かっていうようなそうです、ね、確かにもうそんなか、ですよね、懐かしいですよね。ブッフォン、マテラッツィ、トニー、グロッソが最後の PK 決めたんですよね。最後グロッソかって気もしましたけどねでなんかトッティとかの方がいいじゃないですか、ピルローとかの方がいや、もうファビオ・カンナバル選手のプレーなんかはすごい研究したりとかしてましたね、やっぱり同じポジションなんで、どうやって守るかとか繰り返しビデオで見たりして、カンナバルは本当に実際は多分180がないですよね、ない中でディフェンダーとしてもうイタリア代表のキャプテンやってレアル・マドリードも行ってっていう中でやっぱり参考になるプレーとかってありますよね。やっぱジャンプのタイミングとかですか。そうです、それもありますね、はい、肩の入れ方とか体の入れ方とかっていうのありましたよね、はい、まあ、当然読みでプレーするところもありましたけども、まあ、この後バロンドールも取ったりとかもしましたからね、はい、まあ結果になりますけど当然まあ優勝したメンバーっていうのはやっぱり素晴らしいメンバーが揃っていたのかなって気がしますね。この中だとブッフォンだけですね。あ、この中だと残ってるブッフォンだけ、まあ、結構やっぱり監督になってるんですよね、グロッソなんかは今バーリの監督やってたりとか、ザンブロッタも、あれなんですよね、コーチのライセンス取ったりとかスイスとかでやったんじゃなかったかな、カンナバールはこの前、天津ケンケンの監督を ACL 出場権を取ってから退任されて甲州工大の監督になるんじゃないかっていうふうに言われてますよね。でカモラネージなんかも今、コベルチャーノの監督の指導者の学校を通ってますし、ガッドゥーズは今ミランのプリマベーラの監督をやってるということで、非常にまあ楽しみな、メンバーがいるんじゃないかなって気がしますね。ピルロもどうですか、まあ、分かんないですけど指導者向きのタイプですか、いかがですか。いや、きっとおそらく彼なりのこう考えてた戦術と攻撃の組み立て方とかっていうのが本当にこう独自なものとかきっとあると思うんで、そういうところをこう、ね、指導者として、こう伝えていくとすごいいいチームになるんじゃないかなというような気もしますよ ね、 すよね。この頃当時おそらくピリロが27歳、かっこいい、ね、でも今のヒゲ面もなんか渋めでかっこいいなっていう印象ですけども、まあ若いですね皆さん、本当に若いなと、若いですよね。イタリアの報道だとピリロはユベントスがとりあえず囲いに出てるんですよ、 OB のチームがどこもやっぱ有名なんですけど、ユベントスがとりあえずピリロをまあ、どんなポストか分かんないですけど、チームに入れようとしているらしい、まあ、最近はその監督とかプリマベラとか下部組織のかん、コーチとかっていうよりもやっぱりそのマーケティング面で元 OB を使うってケースも増えてますよね、ユベントスで終わらせるってことですか。終わらせるっていうか、まあ、ユベントスが多分最後の、契約、あの、契約？契約して何ですかね、広告塔に、言い方悪いですけど広告塔として使用したりとか、あ、例えばアジアでユベントスがアジアでプロモーションするときに引退選手としてピルロが来たら嬉しいじゃないですか、そういった意味でユベントスの顔になろうと囲い込みが始まってるということですねってことです、はい、続いて最後のニュースですね、はい、イタリア3部モデナの除名を発表、サポーターはクラブの死を悼み葬儀、セリエ C のグループ B に所属するモデナの除名が発表されました。モデナは数百万ユーロの負債を抱え、今シーズンだけで4度も試合を放棄、選手への給与が払われない状況が続いていました。2日にはサポーターがクラブカラーの黄色と青に塗られた棺を担ぎ市内を行進、モデナの死を悼む葬儀が行われました。ありがとうございます。まあ、最近ねイタリアでも非常に増えてきてるんですけども、まあ、クラブが破産で亡くなってしまうっていうケースですよね、まあ、そしてそのチームの、なんていうんですかね、権利、名前の権利とかが、譲渡されたりとか売られたりとかするケースが非常に増えてますね、まあ、モデナなんかね、セリアでも戦ったクラブですからね、非常にまあ100年以上の歴史があるクラブでそんなチームが亡くなっちまった。僕なんかやっぱモデナっていうとやっぱスクルリとかがやっぱ印象に残ってるんですけども、そんなクラブがやっぱ破産なくなってしまう、あとはまあフィオレンティーナなんかもね2002年に破産してしまったりとか、最近ですとパルマなんかが破産してしまって、セリエ C から今セリエ B 戦ってますけども復帰してきてると。ただやっぱりモデナを愛してる地元のクラブとか地元の資産家の人たちがきっと買って復帰
とか新たに立ち直ってくるんじゃないかなって気がしますね。アモローゾとかもいましたね、イベントで活躍した。実際島村選手もいろんな国とか渡り歩いてきてる中で、まあ、破産してしまったクラブとか経営状態厳しいクラブとかっていうのことありましたよね、はい、そうですね、まあ、そういうクラブを見るたびにまさにこのモデナのケースもそうですけど、うんまあ、クラブに関わってる人たちだったりですとか、うんまあ、サポーターの方々の気持ちとか思うと本当心が痛みますよね、うん、いや本当にそうですよね、まあ、日本でもそういったケースもありますけども、うん、やっぱり100年以上あったクラブがなくなってしまうっていうのは、うん、それをずっと応援してきた愛してきた地元の人たちにとって本当に衝撃的なことですよね。うわこの写真は、まあ、きっとね、ウルトラスの方たちなんでしょうけどもね、まあどうなんですかね、本当に死を悼んでいたのか 100%、 まあ皮肉も少なからずあるんじゃないかなって気もしますけどもね、やっぱり悲しいって込めてきますけどもね、まあきっと、まあ、復活してくれるんじゃないかなって気がしますけどもね、ということで本当に残念なニュースだなって気がします。ということでニュースは以上になりますかね。はい、はい、以上ニュースです。一旦 CM でございます。はい、ここからですね、特集ということで、ヨーロッパリーグもアジアチャンピオンズリーグも経験したサラエノフットボーラー島村直哉選手の秘話という形でお届けしたいんですけども、その前に、広告コメントいただいておりますので紹介したいと思います。まずはニコニコ生放送の、広告からご紹介します。ショーノの犬さん、ワンワン、ありがとうございます。ありがとうございます。精霊さんですね、復活のショーノ、ということですね。柏市民の浦和サポさん、ACL 決勝のチケット取ったけど席を選ばず妥協してしまった、完売にビビったということで、第2戦目完売のようですね、5万人が埋まるということで、すごいですね。きっと浦和サポーター以外の方もねきっと行くんじゃないかなっていう注目の試合になっております。ペリスコープ YouTube の方でも引き続きコメントよろしくお願いします。 YouTube コメントいただいております。庄野さん愛してますって来ますよ。ありがとう。困っちゃいますね。ありがとうといただいております。愛と夢と希望の倉さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ニコニコ生放送の方でもコメントたくさんいただいておりますということで、ここから島村選手のですね、お話に移っていきたいんですけど、まず簡単にプロフィールをご紹介させていただければなと思うんですけども、プロフィールも大変なんじゃないですか、キャリアがたくさんあるんで、ね、画像今日作ってない、はい、クラブで、1982年9月11日生まれの35歳、広島県広島出身ということで、80センチ78キロ、ディフェンダーでニックネームはシェイってことですね。シェイはなんでシェイ、どこからのシェイですか。これいつも言われるんですけど、はい、自分でもなぜついたかを覚えてないんですよ。シェイ歴が長いんですか。実は小学校の本当多分1年生ぐらいの頃から呼ばれてて、はいはい、でこう当時の仲間とかに聞いてももうみんな覚えてなくて、いや俺がつけたんじゃないよっていうような感じで、結局もう馴染んじゃってそのまま来ちゃったっていう感じで、由来がわからないという。あ、でも小学校の頃につ同級生とかの間でついたあだ名が今もそのなんていうんですか、プロになってからも呼ばれたりするんですか。そうですね、例えば徳島にいた時なんかは、はい、シルバっていう選手がいたんですよ、ブラジル人、はい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 、でシルバと僕柴村でシバって、シバとシルバが最初シバって言われたんですけど、はい、オカリザイってなって、はい、じゃあもうシェイにしたらいいじゃんっていうので、ね、今度シェイとシルバになって、はいはいはい、だったりとか、だからクラブによりけりですね、その時の昔から知ってる人とかはシェイって呼んだりするので、はい、そういう人がいるとシェイっていう感じになったりですとか、はい、まあ、海外だったらまあ芝だったり、まあ、ラトビアの時はシェイって呼ばれたりもしてましたけど、なるほど。先ほどコメントでもね、シェイようこそみたいなコメント来てましたけども、うん、もしかしたらアビスパとか徳島で応援されたかもしれない方でかもしれないですね、甲府とかね。あ、だから嬉しいですね。でもシェイ歴30年って来てましたけども、まあ、30年まで行ってないかもしれないですけども、もうね、間もなく30年を迎えてるってことですよね。まあ、小学校の頃のあだ名っていうのありますよね。小学校の頃、翔野さんなんて呼ばれてましたか。いや、なんで笑うの。一応聞いとこうかなと思って。小学校の頃なんて呼ばれてたかな。あだ名がいっぱいあってわかんない。あ、そう。あ、羅生門。羅生門。あ、そ
高校かな。いやまあでもマイケル・ジャクソンです。だから大体マイケル・ジャクソンでしたということでプロフィール振り返っていきたいんですけども、広島から中央大に行かれて大学時代は中村健吾選手が、はい、2つ下なんですか。あ、僕の2つ上ですね。中村健吾選手の2つ下だったんですね。はい、4年生時代には関東2部で優勝、まあ、その後、アルベックス新潟シンガポールでキャリアスタートさせて、J2 時代の福岡徳島でプレーして2011年にラトビアに移籍、ラトビアでは国内タイトル、そして翌年にはヨーロッパリーグの3回戦に進出、3回戦に進出に貢献したところですね。そしてウズベキスタン、ポーランド3カ国で4クラブを渡り歩いて計5年間プレーと、そして昨年ですね2016年には J1 の甲府と契約、そして、これ僕も覚えてますけど2017年の2月ですかね、2月ですね、はい、東京都社会人1部リーグのクアリソンのに選手兼クリアソンに選手兼コーチ兼エグゼクティブマネージャーとして所属ということで、1人3役きっとおそらくもうね4役5役ぐらいやってらっしゃるんじゃないかなって気がするんですけども、ということでザザザッと振り返っていったんですけども、まずはプロキャリアをその中央大学を卒業後に、はい、プロキャリアをスタートさせたのがアルビレックス新潟シンガポール、はい、まあ、今でこそねサッカーファン J リーグファンの方はアルビレックス新潟シンガポールっていう名前を聞いたことある方増えてると思うんですけども、そのプロキャリア1年目アルビレックス新潟、まあ、シンガポールでプレーしようと思ったきっかけってあったんですか。小学校5年生の時に J リーグ開幕して、はい、で J リーガーになりたいっていうような夢を持って、はい、でそのためにどうしたらいいかなって考えて、はい、中央大学で4年生の時に、まあ、どうやったら、うん、入れるかって考えた時に、うん、まあ、練習参加したりとかする形かなと思って、うん、4年生の時に練習参加するのの障害にならないように、まあ、授業を、はい、3年生までに全部単位取り切ろうって決めて、はい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 、全部取り教職も取ったんですけど、はい、含めて全部3年生で卒業代全部取って、小学校の中学高校の社会の教育免許を全部取ってでもうその練習参加するだけできるっていう競技実習だけの状態にしてたんですね。で4年生でそれ練習参加をさせてもらったりとかしてたんですけど、なかなか決まらなくてですね。で、はい、あ、それはいろんな J リーグのクラブとかを含めていろんなクラブに練習参加したんですけど、なかなか行き先が決まらなかったってことですね。そうですね、はい、でまあ、リーグの大学のリーグの試合もあったんで、うん、行ける時期も限られてたんで、うん、たくさんは行けなかったんですけど、うん、本当1つ2つ2つぐらいですかね、うん、で決まらなくて、で秋ぐらいに新潟アルビレックスシンガポールのお話をいただいて、うん、でそれでまあもう選択肢最初1週間ぐらい考えたんですけど、まあ、選択肢ないですし、うん、まあ、それ行ってでやっぱ海外の選手たちとシンガポールでもいろんな例えば外国人選手もいたりもするじゃないですか、うん、そういう中で自分をもっとこう高めて、でもう一回その先に J リーグのチームでプレーしてチャレンジしようと思ってシンガポールに行ったんですね、うん、あ、もうシンガポールでやってから、まあ、J リーグでのクラブっていう、はい、まあ、今でこ その海外でやってから J リーグに戻ってくるってケース増えてますけども、うん、そういった選択肢とか、道もあるんじゃないかっていうことだったんですね。そうですね、アルビレックス新潟シンガポールというと当時だとまだどうですか、創設してまだ間もないじゃないですか。2年目の時ですね、なんかアルビレックス新潟シンガポールに最初に入って、うん、で JL のチームに行ったのは、うん、多分確か僕が初めてだったと思いますね、うん、そうなんですか。そして、まあ、アルビレックス新潟シンガポールで 2シーズンプレーでよろしいですか。はい、2シーズン。そして当時 J2 だったアビスパ福岡に帰ってきたと、まあ、日本に帰ってきたという形ですね、はい、どうでしょうその、まあ、シンガポールでプレーしてから J リーグでプレーするっていう、まあ、違いとか戸惑いとかってありますか、うん、そうです、まあ、シンガポールでもいろんな、まあ、そういう環境面だったりとか、まあ、言葉、まあ、言葉アルベックス新潟シンガポールだったんで、はい、チームメートは日本人で、はい、多いですよね、はい、なのでそれほど英語を使う機会っていうのはなかったんですけれども、うん、まあ、その現地の例えば気候だったりですとか、うん、まあ、スコールがあったりとか、うん、でまあ、湿度もあってその中で試合があったりとか、うん、まあ、暑かったりしたんですけど、まあ、そういう中でやってこうちょっと精神的にも、うん、こう肉体的にもタフになった部分があったなと思って、うん、それからこうまたイノチームって、まあ、新しい自分の中で新しいチャレンジっていうかそういうような気持ちでやってましたね。なるほど。ニコ生の方でいろいろコメントいただいてるんですけど、まあ、飲み水の相性は大丈夫でしたかとか、言葉はどれぐらい何カ国話せますかみたいなコメントも来てますけども、そうですね、お耳水は大丈夫で、シンガポールは比較的、シンガポールは、はい、全然大丈夫でしたね。言葉は、うん、まあ、当時はまだその英語少しぐらいでしたけど、
まあ、まあ英語とロシア語で、うん、ポーランド語少しっていうぐらいな感じですかね。ロシア語もポーランド語も発音が難しい言葉ばっかじゃないですか。ロシア語とポーランド語は1割ぐらいですけどちょっと似てるところもあって、で英語とロシア語って喋ってて混ざらないんですけど、ロシア語とポーランドってちょっと混ざるんですよね。なんか僕もポーランド行った時にウクライナ人の選手がいたんですけど、ウクライナ人の選手も新しく来た選手でポーランド語わからない、でロシア語で僕ら会話してたんですけど、でもチームでポーランド語を彼も覚えようとして、で僕も覚えようとしてってなると2人で喋っててもポーランド語混じっちゃうみたいな、ロシア語で2人喋ればいいのにポーランド語混じって喋っちゃう。なるほどね。多分ちょっと似てる分、わかんないですけど、僕の感覚ですけど、自分の中のその脳の中の同じようなところにストックされるのかなと思って、英語と日本語は混ざらない、英語とロシア語混ざらない、でもロシア語ポーランド語がちょっと混ざるっていう感覚がちょっとありますね。はあ。ということで、まあ、アビスパに戻ってプレーされた後に、まあ、徳島ボルティスで、まあ、J2 で2年プレーしたと、そして、まあ、ガイナーレ鳥取、2009-2010でガイナーレと藤枝と、まあ、藤枝も当時は東海リーグ一部ということで、はい、まあ、JFL とか、まあ、東海リーグ一部を選択するなんか理由とかってあったんですか？そうですね、まあ、そこにやりがいだったりとか、はい、思いだったりとか、そのクラブのために、ね、プレーしたいだったりとか、いろんなこう要因があったわけですけど、うんうん、まあ、藤枝の時なんかはあの監督兼選手だった斉藤俊恵さんが、うん、はい、あの今アンダー17代表コーチのが熱心に誘ってくださって、でまあ素晴らしい人ですし、まあその人はそんなにね誘ってくれて本当に嬉しいなと思いましたし、でそういうところでプレーしたいなと思ってあの決断したような感じですね。なるほど。ごめんなさい、手元に写真があったの忘れてまして、写真を見ながら振り返った方がいいかなと思って、これ徳島時代、2008年徳島時代ですけども、え、島村選手どこですか？これですね、キャプテン。右から上の段は右から2番目。キャプテン。キャプテン。ちょっと髪長めで、髪長い時代も、まあ、ありましたけども。はい、まあ、当時の、はい、まあ、この選手はまあドゥンビア。ドゥンビアですね。はい、ドゥンビアとかここからこう巣立っていったというか、まあ、そういうの間近で見た。ドゥンビアがいた時代の徳島ですか。はい、ドゥンビアもね、この後チャンピオンズリーグも出たりとか。はい、っていうかこれが2008年じゃないですか。はい、で2011年に僕ラトビアでチームメート一緒にチャンピオンズリーグ見てたんですよ、テレビで。はい、でそしたらドゥンビアがマンチェスターシティ相手が2点取ってて、はい、ですごいなんかこう、まあ、すごい刺激にもなりましたし、うん、で、うん、まあ、ちょっとした親心じゃないですけど、ドゥンビア頑張ってるなっていうのはすごい嬉しかったですね。まあ、一緒に J2 でプレーしてたドゥンビアが、まあ、世界最高峰のリーグで戦って、はい、世界最高峰の相手にゴールを決めてたっていうのは、はい、励みにもなりますし、刺激にもなりますよ。それはたった3年なわけじゃないですか。その3年後にその時もグループリーグで6点ぐらい取ったのかな、結構点も取ってて、これも懐かしい写真です、ね、で当時は左足が、はい、あのとても苦手で、ヌピアはシュートうまく受けれなかったんですけど、はい、練習とかでも、はい、で右足がすごい上手だったんですよね、はい、でもそれがそのチャンピオンズリーグで左足でシットゴール決めててすごい成長してるなって思いましたへえ、それはすごいですね。行きましょうか、他の写真も見たいですね。ごめんなさいね、一回試合戻っちゃいますよ。徳島じゃないやつか、福岡ちょっと戻っちゃいますね、すみません、はい、福岡の写真、まあ、集合写真と分かりやすいですかね。もうこれは J リーグ日本に戻ってきた1年目の福岡ですね。はい、そうですね。福岡の当時のチームメイトってどんな選手でしょう？まあこの選手はアレックス、はい、日本でも長くプレーしてる、はい、選手だったりとか、まあ、監督はリドバルスキー監督 で、うん、でチームメイト、まあ、アレックスだったり、外国人選手はアレックスだったりとか、はい、あとはまあキャプテンはヌノベさん、今京都の監督されてるヌノベさんだったりとか、はい、そうですね、まあ、金子誠二さんだったりとか、はい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 、当時まだどうですか、大学卒業して3年目とか24号とかじゃないですか、はい、どんなチームではどんな役割とかポジションだったんですか？まあでも難しい、若手っていうのもあれですけど、うん、若手から中堅の間ぐらいな感じですよね、うん、そう、まあ、北斗、中村北斗とかもいましたし、あとまあ6ターン、キーパーの6ターンがまだ、まだその試合に出始める前で、他の写真に6ターン選手とか、6ターン選手あ、うん、あ、あるんですか？
はい、あ本当だ。ロクタン選手も失礼ながらまだ垢抜けてない感じですよね。で同じようにするんです。すごいその かわいい後輩っていうか、はい、同じように住んでたんですけど、あの一緒に二人でこう温泉行ったりとか、はいはいはい、この部屋にて柴さん温泉行きましょうよみたいな感じでしたとか、はいはい、あとそうですね、まあ、ジョーゴとか、ジョーゴ選手、はい、今でもやってます。でもお世話になった面倒見てくれたなっていうのも野辺さんだったりとか、はいはいはい、久永さんだったりとかっていうのはあの仲良くしてくれて、はあ、やっぱ野辺さんも当時からやっぱ面倒見がいいタイプだったんですか。そうですね、そうなんですね、はい、あとふくらはぎが僕太かったんで、はい、で野辺さんも太くて、はい、であと金子誠さんも太くて、はい、あのふくら会っていうのを勝手に作ってふくらはぎが太い人しか入れないみたいな。ふくら会の活動は何かあるんですか。ふくらはぎを見せ合うっていう45センチ以上じゃないと入れない。規定があるんですよちゃんとね、はい、でその話を当時、はい、あの面白いって言ってくれた高木清香さんっていうあのレポーターの方が、はい、でそれ面白いの、私ちょっと調べてくるよっていう、みんなの J リーグのふくらはぎ太い人、誰が一番太いかっていうのを調べてくるよとか言ってくれて、で調べて回ったらしくて、まあ注目選手は何人かいたんですよ、もうふくらはぎの注目選手、ふくらはぎ招き入れたい選手がいたんですよ、有名な選手で太いだろうなっていうのは、例えば当時だったら萩村選手とか、はい、豊田選手だったりとか、であと増川選手だったりとか、で結局その一番太かったのはどんどん高木清香さん調べで、一番太かったのは増川さんだったらしいです。増川さん、当時 J リーグナンバーワン46センチ記録ですよ記録。面白い、清香さんありがとうございます。これもう面白いですね。これが2007年6月17日ってことですね、はい、ちょっと他の写真見てみましょうか。ガイナーレと藤枝の時じゃないのかなってことで、海外に渡りましょうか。2011年ラトビア時代か、こちらとか面白そうですね。そうですね、こちらは契約した時ですね。契約までにも結構なかなか簡単ではなくて、やっぱりその僕も自分でも思ったんですけど、まあ見ず知らずの日本人選手を取る理由ないじゃないですか、ヨーロッパのクラブが。で代表経験もないですし、なので、で28歳ディフェンダーっていうところだったん で外国人枠で取る、僕がクラブの強化部署だったら、まずもうプロフィールだけで多分そんな見ないだろうなと思ったんで、まあそういうプロフィールとか映像を作って向こうに送って、でそれ練習参加させてもらって、でそれがから1ヶ月半ぐらいずっと練習生だったんですけど、それでようやく契約してもらえたっていうのがこの時ですね。ラトビアにこの、まあ、アビスパ、徳島、鳥取、藤枝と渡り歩いて、ラトビア、まあ、海外他にも選択肢あったのかもしれないですけども、ラトビアのこの当時ってベンツルピルスってご存知でしたか。はい、当時は知らなかったです。その最初にあの連絡が来た時は、まあ、そのラトビアにっていう限定したわけではもちろんなくて、もうヨーロッパもうどこでもいいから、まずその自分が入ってそこで結果残さないといけないと思ってたんで、どこでもいいからまずその入れるところっていうところで、はいはい、まあ、それでもないかもしれないと思ってたん で、うん、でそれであの売り込んだりしてたんですけれども、でそれであの1月の半ばぐらいですかね、あの一本の代理人から一本の電話かかってきて、はい、で夜10時半ぐらいに再電話かかってきて、なん、はい、だろうと思ったら、明日ラトビア行けるって言って でも明日原宿行けるぐらいのはい、で行きますって、行きます、でそれで準備しといてって、で分かりましたって言って、でそれからラトビア調べて、でその時友人たち食事してたんですけど、で食事の席に戻って、ちょっと明日ラトビア行くんで僕帰りますって言ってそしたらみんな、えってどういうことってで帰って準備して、24時間後にはもう日本を立ってましたね。荷物まとめて一人で広島から関西国際空港行って、でそこからあのトルコのイスタンブールにまず飛んで、そこからラトビアのリーガー、そしたらチームがリトアニアでキャンプしてると、隣ので、リトアニアの空港まで行ってくれと、でリトアニアの空港、そこにワジムっていうチームのスタッフいるからっていう、まあ、それだけ頼りに一人でリトアニアの空港に行って、で空港着いたらちょっと、まあ、ワジムっぽい人を探そうって。そうですよね、顔わかんないから。ワジムっぽい人を探そう。そっからスタートですよね。そしたらこのジャージを着てた人がいたんですよ。はいはいはい、で
でサッカーのジャージっぽいじゃないですか、はいはい、なのであれあの人かなってこう見てたら向こうからしてみると日本人そこに来る人なんてなかなかいないので、うん、もうすぐ買ってビデオを見てるし、あ、まあ、相手はですね、はい、はい、でアユシバムラって言われてイエスって言ったらカモンって言われて車に乗せられてでホテル行って、でホテル入ってそしたらこの部屋使えてでアウトベアジの選手がいてこいつの2人部屋で合わせてそこ入ってでその部屋で寝てで次の日トレーニングしてその翌日練習試合してみたいな感じになりましたね。いやすごい驚きの連続です。ショーさん何かありますか。いやもう行動力がだって突然明日行けって言われて行ったら知らない人とどういう状態って感じです。すごいですよね。まあねサッカーの代理人とか、まあ、サッカーのクラブであるっていうのは、うん、まあ、ある中でもとでもその呼ばれてホテルに住むって時点でもまだテスト生ってことですよね。そうですね。その時も4日の練習試合で見たいっていう話をしたんですよね。でもそれで明日行けるって言ったのはその1日遅れて朝とかに立つと、うん、ついて次の日が練習試合になっちゃうんで、そしたらコンディションが難しいじゃないですか。で時差もありますし、うん、でもそんなこと向こうには関係ないんで、うん、イブできなかったらじゃあもう帰っていいよって話になっちゃうんで、うん、だからそれで1日でも早く行った方が良かったっていうのが、だからその分1日練習して練習した日は本当にすごい体重かったですけど、でも1日練習挟んだおかげで練習試合は比較的ある程度動くこともできて、でそれでいいって言ってもらえて、まあ、当然時差もありますからね、はい、でもうちょっと見たいって言ったので、まあ、ちょっと伸びて、でそのちょっとずつまたもうちょっと見たいもうちょっと見たいで伸びて、はいはいはい、まあ愚問かもしれないですけど、これそれまでにラトビアとかリトアニアって行ったことってあったんですか。まあ、なかった、ね、ないですよね。普通なかなか行く場所じゃないですよねラトビア。だいたい北欧の方にある場所だなっていうぐらいのイメージですね。まあそうですね、寒いところだなっていうイメージは。バスケットボール選手とかだったらまだし持ってきましょうけど、でもこのラトビアでリーグカップ優勝とかしてますもんね。だってそうですね、ラトビアでも1年間でこうヨーロッパでの最初のプロフィールを作ることができたっていうのは大きかったなと思いますね。リーグで、まあ、最初カップ戦で優勝できて、うん、はいはいはい、リーグ戦も優勝できて、うん、で、まあ、ヨーロッパリーグだったりとか、うん、そのバルティックリーグってバルト三国でやるリーグとかもあるんですけど、はい、ので準優勝したりとか、まあ、これはヨーロッパリーグでレッドスターと対戦した時の写真ですね。ヨーロッパリーグにも出られたんですね。もう、翌年ってことですか。その年にその年ですね。あ、権利を持ってたんですね、出場権を。前年2位だったんですよね、はいはいはい、それで権利ヨーロッパリーグ権利持ってて、うん、あとまあカップ戦優勝したんで、カップ戦優勝したらヨーロッパリーグ2回戦からの出場権が取れるんで、うん、それも同時に持ったんですけど、うん、カップ戦5月に優勝して、うん、まあ、それは繰り上げで下のチームが上がってきてって感じになったんですけど、ヨーロッパリーグ3回戦では、レッドスターセーベランスベーザー、これ監督プロシネツキではない、プロシネツキ監督です、ね、プロシネツキですよね、はい、が相手の監督だったところですね、うん、はい、どうなんていうんですかね、シンデレラストーリーまではこの時点ではあれかもしれないですけども、駆け上がり方がすごくないですか、うん、だって J2、JFL、東海リーグだったのがリーグ戦優勝したりとか、ヨーロッパリーグ3回戦もいきなり出場みたいな、うん、そうですね。だからこのプロシネツキ監督なんかも、うん、あのプレーを知ってるじゃないですか僕らぐらいそうですよね、はい、もう98年戦ったなみたいなとか、はい、でその対戦するときに、まあ記者会見で、うん、まあ、僕の芝村っていう名前プロシネツキ監督をコメントしたりとかもしたんです、まあ、そのサイドどっちのサイドが攻めるかで、まあ、僕は左サイドをやらしまったんですけど、うん、まあ、そっちの方が守備が硬いから、その逆の右の方から比較的攻めるみたいな、結局そっちから失点しちゃったんですけど右サイドからみたいな。でもその会見で、ね、あのプロシネツキ監督が芝村っていうワードを知ってるっていうところは感慨深いものあります、ね、なるほどね。芝野選手が守ってるサイドは崩すの難しいから逆サイドから攻めるよとか攻めたよとかっていうのをコメントしたってことなんですね。っていうの話もありました、ね、はあ、今いくつかコメントも来てましたけども、はい、ラトビアって日本人いるんですかって、当時で住んでる在留邦人の日本人の方で30人ぐらい、はい、結構いますね、はい、ほとんどはまあ大使館関係者の方 で、 そうですよ、ね、で僕が行ったベンツピルスっていう町では、はい、いや確かな方聞いたらそこの町に住んで初めての日本人すごい、ね、まあ、ちょっと港町なんですよね、はいはいはい、だから大体その首都のリガに住む人が日本人の人も日本学校だったりとか、うん、そういう方が多かったんで、あんまりそのベンツピルスに住むっていう人はいなかったみたいですねこれまで。ベンツピルスって、まあ、本当に言いにくいところなんですけど、はい、どんな町なんですか。なんか観光名所とかここ、まあ、美味しいこれを食べる
場所だよみたいなとこってなんかあるんですか？港町なんで美味しかったのは、はい、あのキングサーモンを、はいはいはい、サーモン焼いたのとかは美味しかったですね。やっぱりまあ港町に、まあ、魚の料理が多かったってことですね、はい、あとはなんかコメントでも来てましたね、まあ、これはあれかもしれないですけども、これまで渡り歩いてくるクラブで、うん、まあ、海外のクラブとかで給料未払いとかそういった浮き目にあったことありますかみたいな来てますけども、はい、まあ、そういう局の選手がいたりとか、はい、まあ、そういうのも目の当たりにしたりしたことはありましたけど、うん、まあ、実際キャリアではそんなにって感じですかね、はい、これは先ほどですね、これはヨーロッパリーグの告知のポスターなんですかね、はい、これはあの2回戦のベラルーシのシャフチョールというチームを対戦した時のやつなんですけど、はいはい、まあ、シャフチョールには勝って、うん、で3回戦で、あのウェファの中継を見てたんですけど、それでその抽選引くじゃないですか、はい、だから僕らどこと当たるんだろうっていうのを中継見ながらライブでこうどこだろうなっていうのを、それポットに負けられてるじゃないですか、僕ら対戦するのがこうレッドスターかエスパニョールかどっかかみたいな、3分の1ぐらいでエスパニョールの確率だったんですよね、はい、ちょっとドキドキしますねどこと当たるなってドキドキしながら見て、はい、レッドスターっていうような感じでしたね、はい、割とそうやっぱ抽選会とか選手とか集まって見たりするもんなんですか？そうですね、あのね、中継で見てましたね、はい、はー、そう、まあ、本当次翌週が試合になるんで、その来週どこと当たるんだろうっていうか、あ、まあ、そういうスケジュール感ですよね、はい、感じだったんで。これはみんな小さいトロフィー持ってますけど、これはカップ戦で優勝した時ですね。え、かわいいトロフィー。柴村選手は左下ですかね。はい。はい、はい、ね。ゴールキーパーの左のなり、ね。でも後ろにも日本人っぽい選手いますよ。はい。彼は佐藤実っていう選手で、はいはいはい、チームメートだったんですけど。そうなんですね、はい。どちらの方が先に入られたんですか、チームで。同時ですね。あ、同時なんですか。はい。なんかその日本人選手2人取るってなんていうんですか、ラトビアからしたら。その外国人枠2枠ってことですよね。そうですね、ラトビアの当時の外国人枠は、はい、あの登録は何人でもよかったんですよ、はいはい、で試合に出られるのが5人、はい、ピッチ上に5人しか出られないって言われたんで、ラトビア人以外は全員外国人扱いだったんですよ。 EU 枠とかがなくて、あ、はいはいはい、なので当時この外人選手、まあ、黒人の選手たちもいますけど、あの10人の外国人選手がいてチームに、ほほほ、でそこのせめぎ合いもあったんですよね、その、あ、そうですよね、5人しか出られないっていう中で、例えば前の方で外国人枠、はい、使うと後ろが少なくなるだったりとか、うん、誰かが出るから同じポジションのこうライバルっていうよりも外国人枠でのバランスみたいなところもあって、それも初めての経験でしたね。そうですよね、はい、枠かもそもそも実力云々じゃなくて枠の問題がありますからね、リーグが決めた、こちらは、はい、これもカップ戦優勝、カップ戦優勝トロフィー、タイトル的には、キャリア的にも初、このラトビアでが初ですか？そうですね、実際にそのラトビアのファンとかの熱っていかがですか？結構、まあ、熱かったですね、はいはいはい、あの、まあ、発展と、まあ、試合であの僕らが最初ずっと連勝して首位できたんですけど、うん、ちょっと夏場やっぱ電線が混んできて、うん、ちょっと失速して、うん、こう 2位とかなり詰まってきた時とかあったんですよね、うん、そういうチーム対戦した時とかにアウェーで、ちょっと試合が負けそうな時に、うん、まあ、発展と試合中断したりとかっていうのとかもありましたね。本当熱心でも熱心に応援してくれたなっていうのはすごい。ヨーロッパリーグの時もね、セルビアまで30人ぐらいですかね、飛行機で応援に来てくれたりとかして、やっぱ暑いですね、はい、ちょっとこのペースでいくとキャリア終えられないですけどね続いてはウズベキスタンにしましょうか、うん、ウズベキスタンですね。その2012年翌年には FC パフタコールということで ACL にもで名前を聞いたことある方もいらっしゃるんじゃないかなって気がするんですけども、ウズベキスタンに渡ったウズベキスタンですよ。なかなかウズベキスタンリーグに行こう、ラトビアでも結果を残したらヨーロッパのどっかでとかいう選択肢もあった中で、なぜウズベキスタンだったんですか？ラトビアで優勝することできて、でありがたいことにいくつかお話しいただいて、はい、まあ、1年前は自分から売り込んでいく立場だったんですけど、はい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 、その結果を残したらお会いいただけるんだなっていうのも実感しましたし、うん、でそういった中でこうタイミングとかあとクラブの感じだったりとか、うん、でそのパフタコールなんかはヨーロッパでも有名なクラブで、うん、こう当時もアジアで唯一チャンピオンズリーグ、はい、アジアチャンピオンズリーグに全大会出場してる唯一のクラブだったんですよね。あ、当時ですか、はい、っていうようなこう伝統、歴史と伝統あるクラブだったんで、うん、で移籍を決断しましたね。
ウズベキスタン、パフタコールだとどこが本拠地なんですか、町は。タシケントですね。タシケント、まあ、タシケントだとあれですか、はい、比較的環境的にも整ってる方なんですか。そうですね。ウズベキスタンの名物って何なんですか。ウズベキスタン料理って言われても全然イメージがつかなくて、プローフっていうピラフみたいな、はい、あの米と、羊の肉を煮込んだ料理があるんですけど、うんうん、有名なのはそれです、伝統料理。次のフォルダに入ってます。次のフォルダに入ってる、プローフ、これか、ね、こっちでいいのかな、はい、これがプローフですか。はい、でこのプローフが町によって若干違いがあったりとかして、はい、いろんな町行った時に食べて、はい、食べ比べして、はい、写真撮ったりとかしてましたね。他の写真がプローフの食べ比べの写真です。はいはい、あ、なんか全然違う。また違う町の、これはサマルカンドっていう町のプローフなんです。サマルカンドって、はい、人生で初めて聞いた土地ですね。青の都サマルカンド、はい、青の都サマルカンド、はい、世界遺産も結構あるような感じで。あ、これがサマルカンドでのプロフ、プロフ。これも美味しそうですね。これ黄色いの何ですか。これ人参ですね。あ、人参、ちょっと甘くしてる感じですか。そうですね。で試合の公式戦の試合の2日前にチームみんなで、選手スタッフみんなでプローフ食べるみたいな風習があって、パフタコールブハラどちらもあったんで、比較的ズバイさんのクラブどこでもやってると思うんですけど、そうやってこう一致団結してこう試合頑張ろうみたいなのがありましたね。結構外国人選手もみんな好きでプローフは。あ、そうなんですか。はい、お、なんかすごい。これもプロフですか。このプロフで、これはあのヒバっていうところの町のプロフなんです、はい、西の方にあるところなんですけれども、そこのプロフはこうちょっとあっさり塩味で、はい、日本人の方の口に一番合うのはここのプロフかなってしますね。土地ごとにね、まあありますよね、日本とかでもね、はい、これヒバですよね。これヒバの、すごい、はい、奥の写真ですね。すごい、これはすごい、これはすごい。奥に見えるのがお城になりますか。町ですね。昔そこに町があったのが、はいはいはい、その遺跡になってるんですよね。 あの中が進撃の巨人みたいなのか。そうです、町ですね。城壁に囲まれてて、ね、進撃の巨人みたいですか、はい、まさにそういうようなイメージですね。高い壁が覆われて、アップ、これがそうですね。はー、すごい。本当に周りに何もないんですね。ないですね。道路も本当に車が1時間に1本ぐらいしか通らないような感じ。だって奥見渡しても特に建物らしきものがないですもんね。すごいこれ。確かに。分かんない。聞き方としては、ヒバっていう町に行って、そこからあのタクシーをチャーターして、うん、車で2時間ぐらい走ったところにあるんですよね。はあ。これは世界遺産。世界、あ、これは世界遺産じゃないですね。あ、違うんですね。違うんだ。これはこれあのブハラで、はい、2年目ですね。ウズベキスタン2年目ですかね、はい、2012年から14年、はい、3シーズン2シーズン2シーズン2シーズンプレーしたんですね、はい、ブハラは世界遺産がある町で、はいはい、比較的歴史的な町として知られてるんですけども、うん、まあ、タシケントから飛行機で1時間ぐらいかかるところなんで、はい、ちょっとこうウズベキスタンでは地方っていうような感じになるんだけど、だタシケントよりは環境は整ってなかったりとか、そういう部分は生活環境みたいなところはありましたけど、でもこの歴史があって、はい、歩いて10分で世界遺産みたいなところに住んでたんで、ちょっと散歩しに世界遺産行ったりとかしてましたね。当時は、ホテルですか、それともなクラブが、提供してくれる。パフタゴールの時はクラブが提供してくれる住居がホテルだったんで、はい、ウズベキスタンホテルっていう中心地のあるホテルに住んでましたね、はいはいはい、でこのブハラの時はチームの、はい、寮みたいなのがあって、クラブハウスに、はいはい、そこに住んでました。食事とかもじゃあその寮から出してくれるんですか。食事は出してもらってましたね。ウズベキスタン料理3食みたいな感じでしたね。自分で作ること、自炊とかもありましたか。自炊できる環境はあんまなかったんで、自炊はしてなかったんですけど、はい、パフタゴール、まあ、パフタゴールの時はホテルだったんで、うん、まあ、ウズベキスタン料理というよりも普通にホテルの食事で朝昼晩だったんで、ブハラに行ってこうウズベキスタン料理3食みたいな感じになった。なるほどね。なんか羊の肉が多かった感じですね。あ、やっぱそうなんですね、はい、まあ、そう聞くとやっぱり環境は比較的整ってる感じですね。ラトビアとかもウズベキスタン、そうですね、語られてきたクラブは。そして続いては2014-15シーズンには、え、他にも面白そうな写真ありますね。あ、これ、あ、これがそのブハラの世界遺産ですね。何、どれ写したい。これが、これが分かりやすいかなっていう。
ああこれ。おおすごい。これが歩いて10分ぐらいのところですか。これは世界遺産じゃないんですけど。世界遺産じゃないんですよ。はい。これで。これで。世界遺産認めてほしいよねこれ。普通にある。どれが。これ。こっちが世界遺産ですね。やっぱり建物とか見ると、アジアとヨーロッパとかの文化が混ざり合ってるなって感じの建物ですよね。そうですね。こちらが歩いて10分の場所ですか。はい、そうですね。すごいですね。なんか見慣れちゃいますよね、世界遺産が歩いて10分のところにあると。そんな環境でプレーされてますね。あ、やっぱでもお昼時なんで、このぶ、さっきのじゃない、これもすごいですね。それを作ってるところですね。そのさっきのさっきのプローフを作ってるところ、うん、こんな感じ結構豪快にねファイレーみたいに作るんですね、うん、でっかいですね。へえ。給食給食チームのみんなで食べてる写真とかも、ね、ありますよね。こっから炒めたご飯をすくってみたいな感じなんですかね、うん、煮込んでる感じですね。あ、煮込みなんですね、はい、でこの下の方にあの羊の肉がゴロッと入ってるんですよ。ああ、まあ、包んでみたいな感じですね、はい、それを出して一人切ってこの上に乗せていくっていう感じですね。はあ、やっぱりその町歩いててもそのプローフの屋台みたいなのってあるんですか。あります、ね、やっぱそうなんですね。皆さんウズベキスタン行かれてた際はぜひプローフを食べてほしいですね、うん、美味しいです。はあ、さっき前の写真なのかな、みんなで食べてるプローフの写真って。もう写しちゃってるんで iPad をそのまま、うん、いろいろ行きましょう。ポーランド行きましょう。ポーランド、まずやっぱ試合の写真からいきましょうか。こちら競り合ってる写真です。ポーランドは、ストミール・オルシュティン、はい、ポーランド2部リーグ、先ほど10時間かけてアウェー戦にも行ったなんて話もありましたけども、本拠地はどんな町になる、なんていう名前、オルシュティンという町ですね。オルシュティンは、先ほどもありました北ポーランド、あの、はい、そうですね、ワルシャワから北にバスで3時間ぐらい行ったところにあるような町で、リトアニアに寄ってるようなところですね。リトアニアにより、ラトビアからウズベキスタンに行ってもう一回ヨーロッパに戻るっていうキャリアだったんですね、はい、またはまたここのポーランド、そして2部っていう選択肢っていうのは、うん、またこれもオファーがあったんですか。そうですね、ウズベキスタンで2シーズンプレーさせてもらって、はい、まあ、2シーズン目なんかも、まあ、全試合に出場、うん、スタメンに出場させてもらって、はい、まあ、そういった中でこう新しいチャレンジを自分の中で、うん、ウズベキスタンもね、レベルも高くて、うん、その非常にいいリーグだったんですけど、新しい環境に自分をもっともチャレンジしなきゃいけないなっていうふうに自分なりに思ってて、うん、でそれでチャレンジしようと思ったのが、まあ、そのもちろんタイミングとかもあったんですけど、うん、それはポーランドのクラブだったっていうところですね。ポーランドはいかがでしたか。また違った文化だと思うんですけども。そうですね、親日国で、うん、はい、あ、そうなんですね、はい、街の方々も皆さん優しくて、はい、とてもいいところでしたね。こっちいいところでしたとお話ありましたけど、こちらはもう家から近かった場所というか、アパート降りたらこの景色って感じでした、家の前がこんな感じ、かわいい、おしゃれですね、やっぱ屋根とかがかわいいですよね。で行くとこれは練習風景ですかね。そうですね、あのキャンプ期の時の外でトレーニングで、はい、雪で外でトレーニングできない時の室内でトレーニングしている時ですね。これ北とかだとやっぱ多そうなイメージがあるんですけど。そうですね、結構雪も降りますね、はあ、一番奥、右奥に映っていらっしゃいますね。こちらは現地の子供たちとの交流会みたいな感じですか、はい、トレーニングの時にたまたまその子供たちがいて、はい、っていうような時ですね、はい、これはこれはその真の街を、うん、はあ、上の方から撮った写真ですね。なんか左下になんですか、コロシアムじゃないですけど劇場みたいなのがありますね、はい、シアターみたいなのがありますね、まあ、オペラとかなんか劇とかやったりするような場所ですかね、うん、すぐコメントで世界遺産できますけど、これは世界遺産ではないですね、はい、もう世界遺産にしたくなるような景色ですよね、うん、あ、こちらも先ほどの続きですかね、はい、現地の小学校に行った時の子供たちの触れ合いですかね。これが小学校ですか。小学校ですね。小学校で人工芝かもしれないですけど、人工芝でしたね。立派なピッチがあるんですね。これは先ほどの写真ですね。そして2015年を終えて、甲府に戻ってこられたってことですね。こちらですね。これだとどこにいるか分かりづらいですかね。こうですね。こちらですね。隣は。選手じゃないか、穂坂、はい、
甲府、またこのヨーロッパを3年ぐらい渡られてもう一回 J リーグに戻ってくるっていう決意とか決断とか何かきっかけってあったんですか？そうですね、まあ、ポーランドでこう、うん、なんかこう自問自答してる日々とかも結構あって、はい、でまあ、いろんなことを考えたんですよね、まあ、これまでこうサッカーやってきて、うん、こう自分って何のためにサッカーやってきたんだっけみたいなことを考えたりとか、ちょっとポーランドで時間があった時期があって、最初のビザがなかなか降りなくて、うん、はい、ちょっと試合に最初出られない時期とかあったんですよね、うん、1ヶ月ぐらいで、そういう時いろいろ考えてて、でやっぱサッカーやってきて自分の中で湧き上がるものってなんだろうなと思ったら、はいはいはい、そしたらなんかサッカーに対する向上心だったりとか、もっとサッカー上手くなりたいなってこう毎日思うし、まあ、そういうところだなと思って、だからそう自分がこう高められるようなそういうふうに思えるところだったら、その場所国とかリーグとかあんまり関係ないなって思ったりもして、でそういうのも気持ちになったりもして、でそれでまあもちろんタイミングとかいろんな要素ありますけど、それでプレーすることになりました、ね、やっぱりまあ一サッカー人として、まあ、やっぱ常に向上はしたいと思うし、うん、熱いものとかを込み上げるものとを求めて甲府に来たとですね、はい、甲府に入るきっかけになった人とか言葉とか話って何かありましたか？まあ、そうですね、はい、誘ってくださったのは佐久間監督、はい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 、だったわけですけど、うん、でまあ一緒にも昔一緒にプレーしてた選手だ、うん、例えば田中裕介選手なんかウィ、はい、スパでも一緒でしたし、あと、まあ、元々甲府に今もいる今草津にいる森田光栄さんなんかは、はい、広島で京都の知事が多くて広島で一緒にフットサルしたこともあったりですとか、何人かこう知ってる選手がいて、あと10年前に1回練習なんかさせてもらったことあったんですよ、甲府実は。あ、そうなんですか。2006年に、はいはい、でその時に山本秀臣さんですとか、はいはい、あと石原勝さんだったりとか、当時からいる津田拓磨さんだったりとかもいて、僕が甲府に去年入った時にも、まあ、まず最初に会った時の会見の時の第一声で、はい、まあ、石原勝さんなんかは押せよって言われて一言目なるほど10年越しかよっていう感じだったりとか、うん、で、まあ、その時の印象もすごい良くて、まあ、その時当時練習生だったんですけど、うん、みんなその優しくしてくれて、こう本当にアットホームな雰囲気があって、うん、いいクラブだなと思ってたんですよね。なるほどね。感じでもう、まあ、昨年のことですからね、これは、うん、サポーターの方もたくさんおいしいただいて本当にありがたいなと思いましたね。きっと番組見てる方もいるんじゃないですか、うん、俺これ俺だって人もいるんじゃないですか、もしかしたら今日番組見てる方でこれは集合写真ですね、うん、まあ、そしてもう現在の話も当然伺っていきたいんですけども、まあ、現在の話もそうですけど、もうちょっとサッカーに関係ないお話も聞いていったらいいのか、こちらとかですか、こちら、これ何年頃ですか、うん、これは2012年の年末ですね、うん、2012年、豪徳選手、うん、豪徳選手とのつながりっていうのは何、この時はチャリティーマッチで、はいはい、チームメートになって再会したんですけれども、はい、その前に、はい、この年の1月に、はい、トルコでキャンプした時に、はい、僕はウズベキスタンのチームパフトコール で、はい、でシュトゥットガルトと対戦して、はい、でその時に対戦したんですよね、はい、ちょうど彼が来たばっかりぐらいの頃で、ドイツに渡ったばっかりの頃ですね、はい、で僕も左サイドバックで出て、はい、で豪徳選手も左サイドバックで出て、当時のでの、ね、はい、対戦して、まあ、対局だったんで、はい、バッチリマッチアップすることはなかったんですけど、はい、で対戦して当時のそのキャンプの時に、まあ、ちょっと対戦して、まあ、前後にちょっとお話したみたいな感じなんですか、話をしたの、はい、岡崎選手はその試合の後に少し話しました。岡崎選手もいたんですね。ね、でその後に後藤さんその時は話してないんですけど、ああでここで再会して、ああっていう感じ、あの時ったような感じですね。後藤選手もなんかまだ若いって感じの印象ですよね。これがその時の試合ですか ね、 そうですね、ありましたよね、はい、試合です。ああ、なるほど、長谷部選手とかとチームメイトだったんですね。そうですね、はいはいはい、記憶してますこの試合。これは別の時の試合ですよね。これ翌年のチャリティーマッチですね。チャリティーマッチですね。美咲選手とか仙台でやった試合ですよね、はい、サンタクロース JPFA 主催かなんか。そうですね、そうですよね、選手協会主体でやったんですね、はい、結構選手なんかがサンタクロースに扮したりとかしたんですね。そうですね、
クリスマス式だったんで、まあこうね、真剣勝負しながらもこう、はい、どうやってこう盛り上げて少しでも楽しんでもらえるかみたいなのを選手たちで考えていろいろ取り組んだりしましたね。行ってらっしゃったか見てらっしゃる方がいましたね。いい雰囲気だったよねって来てますね。これはまた一風変わった一番奥にシャツを着られてマイクを持ってらっしゃる方が島村選手ですよね。これはあの、はい、アフガニスタンの女子サッカー代表チームが日本に来た時に、はい、あの国連の組織からのあのご依頼いただいて、はい、そこであの講演させていただいたっていうようなシーンですね。アフガニスタン、ウズベキスタンの南にあるんです、はい、国境接してるんですよね。なので僕がいたパフタゴールだったりとかバハラのことも、うん、あの知ってる選手たちも多くて、で女子のチームもウズベキスタンもあって、はい、パフタゴールもバハラも、そうなので彼女たちも親近感結構湧いてくれたみたいで、そんな話をしたり終わったと写真撮ったりとかそういうのは、国連から呼ばれてどんな話するんですか。すごい。まあ1時間英語でそのウズベキスタンの時の、まあ、ウズベキスタンの話とか中心ですね、そういう話だったりとか、まあ、どうやって海外にあの日本から海外にこうトライする時にチャレンジどういうふうにしていった、まあ、彼女たちはアフガニスタンの国の中にいて、そこからこう、ね、例えば留学したことある子とかもいたりもしたわけです。例えばアメリカ留学したりとかっていうような、そういうここからのこうチャレンジするところだったり、そういうのを伝えられたらなっていうような感じで話させてもらいましたね。実際それって日本人の子ども向けとか日本人の選手向けにそういった講演とかやられることも増えてますか。そうですね、ご依頼いただければ、うん、あの可能な限り足を運んで話させて、まあね、まあ大した原因じゃないですけど僕なんかでよければそんな話させてもらって、それは何かになればなっていうような気持ちですね。少しでも、まあ、この番組もいろんな方出ていただいてますけども、サッカー選手としてプロとして続けていくっていう中で必ずしも全員がレアルマドリードとかバルセロナとかマンチェスターユナイテッドで全員がプレーできるわけじゃないですか、うん、それ世界中の人たち子どもたちが思ってるわけで、うん、そんな中で、まあ、選択肢とか可能なところとか、うん、っていう中でやっぱりそのなかなかトップリーグじゃないけども海外でプレーしたいって気持ちの人たちもいる中で、やっぱりそういった経験とかね、うん、不安な子たちもいるんで、そういった経験というのはやっぱフィードバックぜひしていってほしいですね、うん、こちらは、新聞の切り抜きですかね。日経新聞で取材していただいた時のやつですね。これやっぱりそのこれまでのキャリアのお話が多いですかね。そうですね、うん、こういわゆるこう自分が教わってきたことだったりとか、うん、セオリーみたいなものって でもそれってこう自分の価値観の中の話じゃないですか、うん、でやっぱ海外に出て、まあ、日本でもいろんな価値観の人たちがいると思うんですけども、うんうん、海外に行くとよりその幅が広がって、うん、でそれはサッカーにおいてもそうで、こういう時こういうふうなポジションを取るみたいな形がこう高校行き生になって教わったこととか、うん、本当にそうなのかなってもう一回改めて考え、一回こう全部今までの自分の価値観を一回ばらしたっていうか、やっぱそうじゃない局面がたくさんあったわけですよね。でもそれでこう成り立ってそれでプレーして勝ってみたいなところを直面した時に、まあ、本当にそれ正しいのかなって考えて、でもう一回ばらして考えて、あやっぱりこうしたらプレーした方が良かったなとか、いやでもこの時はまあケースバイケースでこういうプレーもいいんじゃないかとか、そんなのをこうピッチの中で考えてプレーするみたいなのは海外行ってからすごいこう身についた感じがありますね。現地の選手はそういう風に考えてポジション取りしたりとかプレーの選択をピッチの状況とか考えてやってたような感じだったんで、すごいなってコメントきますけど、まさにもう同じ意見ですね。いわゆる何ですか、自分の価値観って、まあ、当然譲れないものとかっていう部分とかあると思うんですけども、なかなか変えられなかったりとかいう中で、そういったことをゼロからスタートして、やっぱり海外でいろんな国でプレーしたくて文化とか人とか触れることによって、うん、培ってきたところなんですね。そうですね、新しい価値観に触れた時に、うん、あこういうのもありなのかなっていうふうに考えるようにしててっていうところから入ると、最初から自分と価値観違うでこう閉じてしまうと、それはこう逆に相手も受け入れてくれなかったりですとか、ね、まずこう相手の価値観もこう尊重した上で、うん、でこう自分の価値観も伝えていくみたいな、そういうようなところで現地の人たちとかチームとかとこうつながってきたような感覚があったんで、まあ、そうやって相手をこうリスペクトして価値観を共有するみたいなところは海外ですごい学ばれた感じはありますね、自分の中では。こちら最後は最近な感じのイメージですけど、はい、はい、これは今着てるこのシャツなんですけど、これはあのビリダリデセルタっていう中目黒のショップがあるんですけど、そこでオーガニックコットンで作ってるんですよね。
でオーガニックコットンを使って、はい、まあちょっと根はするんですけれども、はい、あの環境作る人の環境だったりとか、うん、まあ本当に地球の環境だったりとかそういうところに優しいものを作って、うん、でそれをこう使うことに意義があるっていうようなところで使わせてもらってるんです。もちろん着心地もいいですし、うん、まあ、東北コットンを使用したりですとか、このここの社長さんの思いにすごい共感して、はいはいはい、で一緒に活動させてもらってるっていうような感じですね。中目黒、中目黒、ぜひ、はい、番組もそうなんですけど iPad の充電が強まってきてそして今の写真っていうのは特にないんだっけ。ということで今のお話も伺ってきたんですけども、そして現在に至ってクアリソン東京都社会人クリアソンクリアソンクワイソンっていう選手になっちゃったクリアソン東京都社会人サッカーリーグ一部ということで、まあ、これまでいろんなところを当たり合えてきて、去年までは J1 リーグ、そこから東京都社会人一部リーグに行くっていう選択肢ってなかなかないんじゃないですか。そうです、ね、他にもオファーが多分分かんないですけども J1 あったかもしれないし J2、J3 って選択肢、もしかしたら JFL とかっていう選択肢もある中で、東京都社会人サッカーリーグ一部、まあ、J3 に上がるまでに、まあ、トントントンって言っても数年かかるリーグを選んだ理由って何だったんですか。そうですね、まず一つは僕のこう今後の活動とかにも変わってくるようなことだと思うんですけど、まず僕がこう海外でプレーして、で例えばウズベキスタンで、うん、あの本当にサッカーがしたくてもできない子どもと直面したりもしたんですよね、うん、でこう日本にいる時ってそういうのってこう話には聞く、例えば今の環境、日本って恵まれてるからとか感謝しなきゃいけないとかっていうのって、そういうの言われてこう思うことはあったんですけども、それをこう実際に直面して、で実際その自分がサッカーできたのって本当にその環境があったからだなっていうのをすごい思って、はい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 、でそれ通わしてくれたサッカースクール行きたいって通わしてくれた両親がいたりですとか、あとその環境があったからじゃないですか、サッカースクールあったからそれを作ってきてくれた人がいたわけじゃないですか、はい、だからもういろんなものの恩恵を受けてるなっていうのをすごい海外行って実感したんですよね。例えば日本のパスポートだってあのビザなしで入れたりですとか、まあ、ドバイにキャンプに行った時なんかまさにそうだったんですけど、うん、ウズベキスタンチームで行ってみんなそのパスポート預けてあの、うん、ビザを取るんですけど、僕だけパスポートすぐ帰ってきてマネージャーから、うん、でお前パスポートあのビザいらないみたいだってで、それで空港実際着いて、うん、でみんな厳重なこうチェック受けてるんですけど、僕だけパスポート見せたらスッとこう入れたりですとか、うん、でもそれってこれまでの培ってきてくれた信頼があったりするわけじゃないですか。だからそういう自分がこうより恩恵を受けてきたこと、うん、サッカーというものだったり、うん、日本っていう国だったりとか、そういうものに対してこう恩返ししていきたいなっていう気持ちが海外ってすごいやっぱ湧いてきて、でそれをこうまた次世代にもつないでいきたいなっていうのも思いましたし、そういった中でどういう活動をしていくかみたいなところで、このクリアソンっていうクラブは特に社長の方とすごい、ね、はいはいはい、密度濃くお話しさせてもらってたんですけど、そういった中でそういう世界観を作っていきたいって、より良いこう、うん、社会にしていきたいみたいな、そういうようなところであの共感いたしまして、うん、でありがたいことに他のお話もいくつかいただいてたんですけれども、うん、まあ、実際その、まあ、熱心に本当に、ね、たくさんコミュニケーション取って誘ってくださったっていうのもありますし、でそうやってこうチームの、まあ、練習に参加させてもらったりとかしたんですけど、実際どんなチームなんだろうなと思って、そういうチームの選手たちですとかそういう方々のこう思いをいろいろ聞いてると、だんだん僕も思いが入ってきて、何か力になりたいなと思って、でプレーする、ここで活動するっていうことを決断させてもらったっていうような感じですね。まあ、正直に聞くと東京都一部リーグだとこれまでやってきたその海外のクラブ、ホテルがついてましたとか食事が出てましたとか、まあ、J1 と比べてもかなりかんサッカーをやる環境自体が整ってないと思うんですけども、ええ、何かその選手兼監督兼マネージャー兼みたいな感じですけども、うん、何か苦労ってございますか、この1年やってみて。そうです、まあ、グラウンドの確保がグラウンドの確保ですよっていうサッカー選手なのにグラウンドの確保ですよ。ありますね、やっぱそのプレーしたい時間帯ってどこのチームも同じような時間だったりするじゃないですか、はい、例えば平日の夜だったりですとか、社会人とかで土日日中だったりですとか、うん、はい、そういうところでなかなかこう予約が取れなかったりですとか、そういうのはありますかね。抽選とかでしょって聞きます。そうなんですよ ね、 ですね、抽選の場所取ってとか、うん、対戦相手見つけてとか、うん、練習試合の相手見つけて、はい、そもそも練習する場所とかもあります、問題もありますよね。そうですね、うん、でこう本当に毎日毎週の練習場所の確保も、うん、はい、
なかなか難しいような感じですね。なるほど。まあそんな中で今季はどれぐらいプレーされたんですか、試合的には。出場累積敬語出場停止が1試合あった以外は全部試合出ましたかね。ほう、全試合出てると。もしかしたらこの中で対戦したよって方もいらっしゃるかもしれないですね、視聴者の方で。ね、びっくりしますよね、社会人1部リーグであれみたいな、主要の選手いいんだけどみたいな状態です。あとコメントできたのが、岩政選手とカテゴリーは一緒ですかってコメントが来たんですけども、はい、岩政選手は、はい、あの僕らの2つ上のカテゴリーですね。さらに2つ上になるんですね。はい、岩本選手もまだ J リーグまで遠いんじゃないかって話を伺う中で、そうですね、それよりさらに2つ上なんですね。そうですね。まあ、実際に、クリアソンの中ではそのサッカー選手じゃなくていろいろなもうこともやってらっしゃるんですよね。実際に販売、なんか販売とかもされたりとかも、クリアソンで作ってるプロテインがありまして、紹介いただいてもいいですか。プロテイン、はい、これこちらなんですけど、クリアソンで作ってるプロテインなんですか。はい、でこの、はい、で僕もこれまでいろんなプロテインだったりとか、はい、あのサプリメント活用してきたんですけれども、はい、でこのプロテインが、うん、すごいいいものなんですけれども、うん、このプロテインめちゃめちゃいいからこれで絶対使った方がいいよっていうような感じを持ってるっていうことではなくて、こうこのプロテインってすごい安いんですよね。はいはいはい、まあ、現状業界最安値っていうこの 1kg2780円ぐらいです。はいはい、おお、 1kg2700円はすごいですね。はい、大体相場、まあ、6000円だったりとかぐらい、 1kg しますよね。はい、でそれは何でかったら、これをたくさんの人に使ってもらって、うん、でこれを使ってもらって改めて自分が栄養と向き合うっていうきっかけになってもらえたらいいなっていう。ああ、なるほどね。はい、だからこれを使ってみることでこうプロテインのタンパク質の重要性が分かって、よりこう栄養に意識するようになったりですとか、そういうようなことのきっかけになったらいいなっていうのは感じありますよね。まあ、プロテインなんかも栄養のことも、まあ、正解があるわけじゃないじゃないですか。はいはいはい、でその人に合った形があったりとか、僕もそういうような感覚でやってきて、自分に合った形を見つけていくような作業、いろんなものを試したりしながらっていうようなことをやってきたわけですけど、まあ、そういうようなきっかけになってくれたらいいなっていう。当然チームの皆さんも飲まれてるですね。そうですね、飲んでる選手も多いですね。まあ、コメントも来てましたけども、まあ、入門編があるのか分からないですけど、僕プロテインはあんまり飲むんだろうことがないんで、なんですけども、まあ、比較的入りやすい価格でありますし、試しやすい価格でありますよ ね。 はい、で味もこのグレープフルーツ味は結構リピーターの方も多くて、うん、結構美味しいっていう評判をいただいてるんで、飲みやすいのかなっていう気はしますね。わかりますよね。やっぱこういうのって長続きしないとかっていうのが一番問題じゃないですか。うん、1キロも買っちゃったのにまだ残ってるみたいな。ただ、美味しいのが一番じゃないですか。美味しくないのは嫌じゃないですか。美味しくないんですね、そもそもプロテインって。昔って結構ありましたよね。僕が学生時代の頃とかって、チョコレート味のプロテインとかって意味がわかんねえな、みたいな。え、でもチョコ味が人気なんじゃないんですか。だけど、それは、ね、色とかで別にチョコの味がするわけじゃない。あ、そうなんだ。でプロテインってこれも、まあ、乳製品から、うん、取ってるわけですけど、タンパク質なわけじゃないですかね。はい、タンパク質を効率よく補給するのにうまく活用できるなと思うんですよね、日常生活においても。例えば先日僕ロンドンに行ってきたんですけど、指導者のライセンスを取りに、はいはい、でロンドンだとプロテインドリンクが街中で売ってたりですとか、でジュースの中にプロテインが入ってて、でそれを普通にフルーツジュース飲むような感覚で飲めたりとか、そういうショップがあったりですとか、結構その馴染んでるんですよね、日常になってるような感じは。なかなか日本だとあれですよね。はい、これってなんか何コメントに来たいんですけども、はい、水の方がいいんですか、何か混ぜたら美味しいとかってあるんですか。水でも美味しいですし、はいはい、まあ、僕の場合はなんですけど、はい、まあ、このプロテインもそうで、はい、柑橘系じゃないですか。はい、で僕は 100% オレンジジュースと混ぜて飲んだりしますね。まあ、それは合いそうですよね。はい、でそうするとビタミン C も一緒に取れるんで、よりこう疲労回復効果も高まって、それをトレーニングの後に飲んだりしてますね。あ、今コメント来ました、美容にプロテインを飲む時代なんですか。そうですね、美容にも非常にいいと思います。タンパク質を効率よく補給できるんで。まあ、でも動かないと、食いつき変わりましたね。動かないといけないですよね。プロテインだけ飲んで満足してちゃダメなんでしょ。なんか、あ、でもタンパク質を取るのに、例えばお肉とか魚とか取るんですか。はい、でそれとすると余計な、まあ、例えば余分な脂肪とか取ったりするじゃない。それをタンパク質
だけ効率よく補給して、これで補充ができるってことですね。はい、まあ、代謝が上がるってことですよね。うん、筋肉がついて代謝が上がると骨折しにくくなりますかって聞きますけど、しにくくなるのかな。いやいや、筋肉が つけばねって話かもしれないですけど、でもそうなるほどね、まあ、はい、僕も昔のイメージだともうすごいトッププレイヤーとかガチで部活やってる子たちじゃないとプロテインって飲んじゃいけないのかなとか飲まない方がいいのかなと思って、うんうんうん、昔言われてたのがプロテイン飲むと何もしないと太るよって言われたことがあったんですよね。そうなんですよ、そういうこと言われることもあったんですけれども、はい、まあ、うまくこう活用すればっていうような話でもありますよね。これタンパク質を効率よく補給するっていう意味合いでこうちょっとこう混ぜたり、例えばあのヨーグルトにちょっと混ぜたりとか、まあ、使いやすいなと思う、例えばスムージーとかに混ぜてもらって、うん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 、そうするとミキサーでかけたりとかするとあんまこう粉感がな あまり感じないので、ありますよね、粉感。そうすると日常の食事でも取りやすいっていう、タンパク質をプラス 5g タンパク質補給するみたいなことも比較的やりやすいかなっていう気がしますよね。なるほど。ということでこちらサッカー選手としてもそうですけども、こういったプロテインとか食に関してもいろいろ携わってることなんですけども、最後に島村選手の今後の目標とか夢とかってあったらぜひ伺いたいんですけども、はい、今後はあの先ほどもお話しさせてもらったように、うん、ここ自分がよりこう恩恵を受けてきたものに対しての恩返しをしていきたいなっていう気持ちがすごい強いですね、うんうん、やっぱそれはサッカー界だったり、サッカーだったら、まあ、もちろん世界もそうですけど、うん、まあ、特に日本のサッカーでたくさんこう、ね、これまで作ってきた人の恩恵を受けてきたわけなんで、うん、まあ、それに対してより発展していくような恩返しをしていきたいなと思いますし、まあ、そういうような活動を、まあ、例えば日本のことだったりですとか、そういう活動をしていきたいなっていう思いですね。なるほど。本当にサッカー界に恩返ししたいっていうことは本当にありがたいお言葉ですね。まあ、やっぱりその、クラブが増えなきゃいけないとか地元密着とか、プレイヤーが増えなきゃいけないっていうのもあるんですけども、やっぱりそういったサッカーを伝える人たちが増えていかないと、やっぱ文化として日本でも根付いていかないと思いますんで、そういった島村選手の思いに賛同してくださる方とか、キャリアをフィードバック、まあ、子どもたち若い世代たちに戻してくれる人たちが本当に増えてると嬉しいですよね、うん、今はだからその段階でもあるってことですよね。今のチームメイトの人たちにもそういったこれまでのキャリアとかをフィードバックしてるって感じなんですよね。そうですね、うん、少しずつこう伝えながらも、うん、でそれ何かでそれがこうなんていうの、正解っていうわけじゃなくて、うん、それ何か少しでも感じてくれることがあったらいいなっていうような感じですね、うん、なるほど。ということで今日はね、本当にキャリアにおいて貴重なお話も伺いましたし、健康についても伺いましたんでね、本当に実りのある、1時間だったんじゃないかなって気がします。一旦 CM でございます。でございます。まずはしょのさん、告知プロテイン、はい、私は今週の日曜日12日にまた空と庭原宿の方でラジオがあります。よかったら来てください、はい、あとはチアーズですね。あとは最近はマドリーがちょっとあんまり調子よくないのでみんな応援してください。はい、はい、ということで、改めまして告知って言ったら変かもしれないですけども、試合も見に行けるんですか。はい、ということで試合ぜひ興味ある方、ね、これまでにいろんなクラブを渡り歩いてますんで、その昔応援してたとか今も新たに、ね、クリアソン応援したいって方も来ていただいて、はい、直近の試合ですと、あ、一応予定だ11月26日に東京一部リーグカップっていうそのカップの決勝戦があります。決勝戦、はい、そちらも見に行かれる方、お近くの方足を運んでみてはいかがでしょうか。そしてこちらもですね、じゃん、はい、今こちらは販売はどちらで販売されてるんでしょうか。ホームページから購入可能ですね、はい、今ニコ生ですと上に出てます。 YouTube だとコメント欄に出ております。こちらで購入可能ということなので、うん、ぜひ、お試しいただければなと。はい、じゃあ、このペンにこちらがあの、はい、アクロという、違うですね、あのスポーツドリンクみたいなものなんですけれども、これはあの運動中に飲んで水分補給効果が非常に高くてですね、足がつりにくくなったっていうような声がたくさんあるような商品です、ね、こちらプロテインじゃなくて、まあ、運動前に飲むととかですよね。ドリンクですね、まあ、よ、まあ、水でいいんでしょみたいなこと言うんですけど、水だと吸収が遅いんですよね。え、そうなんだ。そうなんですよ。なのでこういうの牛乳え、牛乳
スポーツ前に牛乳飲んだことないな。あ、そうですね。ということでこういうのと一緒に飲むと吸収力、まあ、スポーツドリンクなんかは結構そういう効果が期待されて、ね、まあ、J リーグプレーしてる選手とかも活用してもらってるような感じですね、うんうん、プロテインもこっちのぜひお試しいただければと思います。はい、はい、ということで、明日の番組告知でございます。明日は大学サッカーの木曜日ということで、島村選手の母校中央大学から4年生の池谷雄介選手、3年生の池谷雄貴選手、3年生の大橋雄貴選手、ダブル雄貴、ダブル雄貴選手が出演します。 MC は佐々木香織さん、アシスタントは、J リーグサッカーキングの安田が務めますということで、改めまして島村さん、今日は、番組を付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ここまでのお相手はサッカー系編集部の伊藤と翔野と柴村直也でお送りしました。また明日12時にお会いしましょう。さよなら。